こんにちは。ですね、今日はですね、またちょっと おかしな話をしようと思うんですけどね。こうやって空をずっと眺めてますけどね、さっきも飛行機がさーっと通りましてね、空の上からはどんな風に見えてるのかななんて想像しながら見てたんですけどね、雲がこうスーッとこう動いていきますよね。ちょっと低い位置にある雲が右の方に動いてって、でそれと相対的にこう止まってるように見えるんですかね、逆に左の方に高いところにある雲が動いていくかのように見えるんですけどね、なんだか今ね、鳥が飛んできますね。映るかな。また鳥が右から左へ行きますね。天動説とか地動説とかいう言葉がありましてね、古くコペルニクスが、そんなこと、地動説なんてね言ってますし、ガリレオなんて人が、ガリレオ・ガリレイがなんか、それでも、地球は動くみたいなことを言ったそうなんですけども、今では天動説なんて言って、地動説疑うなんてした、誰もいないでしょうけどもね、果たして、そうなのかななんていう話なんですけどね。今日は出川哲朗さんっていう方がバンジージャンプをね、ヘルメットに、カメラをこう固定して自撮りみたいな形にして、バンジージャンプをします。そうするとですね、出川哲朗さんの顔がこう真ん中に止まってて、で、太陽や、空や地球が周りをぐわーっと回る映像が、ちょっと不思議な映像が出ますね。よくスノーボードとかやった時もそうですよね。自撮りしてると、まるで自分の顔は固定してて、周りが動いてるなんて、そんな映像が出ます。あれはあの映像を見て、出川哲朗さんが宇宙の中心で、その周りを太陽が回ってるなんていう人は誰もいないでしょうけどね。あれなんでかなってふって考えた時に、あれ大きさあまりにも出川哲朗さんの顔の大きさが太陽よりでかかったらですね、おそらく逆の風に考える人もいると思うんですけど、あまりにも大きさが小さいですからね。で、重力なんていうのがね、関わってきてっていう話もあるんですけども、いずれにせよ、大きさがですね逆転だったら、おそらく、出川哲朗さんの周りを宇宙が回ってるっていうふうに考えたりするっていうこともあると思うんですけどね。例えば保育園で、わーっと子供がバヤーと遊んでる時に、保育園の園長先生を中心にちょっと話した方が周りに分かりやすいですからね。何々君を中心に話しちゃうと、ちょっと皆さんにちょっと共通のならなくて分かりにくいということがあるので、そういうことだったりするのかなと思うんですけどね。そうすると物の大きさっていうのはそんなに、なんて言うんでしょうかね、絶対的なもんなのかなっていう話にもなってくるんですけども、この間もちょっとね別の動画で話したことがあると思うんですけども、地球上に、私らこの位置にですね、とどまって、例えば建物とかですね、同じ、位置にずっと固定になってて、固定資産税なんてありますけどね、あれなんかも、実はあれなんですよ。地球が自転してますので、もうジェット機並みのスピードで、例えばここだったら西から東の向こうに方向に、猛スピードで走って動いてるわけですけど、みんなが同時に動いてるんで、これ気づきようがないですよね。で、あれだって要はですね、場所も、固定してあるわけではなくて、例えば東の方向にずっと果てしなく行くと、西から出てきちゃうんですよ。そりゃそうですよね。地球丸いですからね。これについて誰も疑う人はいないと思うんですけど、あれでも例えばゲームなんかやってるとね、これは視覚で画面が限られてますから、右の端に行くと、ドラクエなんかそうですよね。ドラクエとかパックマンなんて昔ゲームありましたけどね、右にずっと行って果てまで行くと左から出てくるっていう、これも地球が丸いみたいな感じで行けば、全然不思議もなくやれるんでしょうけどね。上に行くと上に果てまで行って画面から外れちゃうと下から出てきますもんね。あんなようなもんでですね、私おそらくですね、物がですね、どんどん大きくなって、宇宙の果てまで大きくなるとですね、ミクロの世界から湧き出してくるんじゃないかと思うんですよね。またちょっとおかしなこと言うかと思うん
構造になってると思うんですよ、おそらく。で、物はですね、どん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 膨張していてですね、わずか数秒後に出川哲朗さんの頭が太陽の大きさと一緒になっちゃうんじゃないかって。そしたらわずか5秒の違いしかないですからね。そうするとまあほぼ同じっていう考えでもいいじゃないですか、物の大きさっていうのは。ですからあれですよ、こういうテニスボールなんて中空洞じゃないですか。テニスボールベロッと裏返しにすると宇宙が外側に入ってますからね。で、物に大きさがないということはテニスボールの空洞の中と外は対等ってことですよまた随分ちょっとおかしなこと言ってるかなと思うかと思うんですけどね、おそらくね、それがね、こう証明されてくるような、ね、時代になると思うんですよ。いやもう今実はひょっとしたらね、そういうのが、証明されてる時代なのかもしれないですけどね、おそらくね、それ対等だと思うんですよ。ですから物の大きさに、大小がないと。で、要はそうですよ、どんどん小さいところをイメージしていけば、まあ、今言うのはよく言うのはあれですよね、分子原子で、もっと原子よりもっと細かくしていくと素粒子なんていうのがあって、もうそれ以上はないということになってますけどね、本当ですかねって話ですよね。おそらくどんどん無限に小さいところを、世界を探っていくと宇宙の果てから出てくると、まあこんなようなことなんじゃないかと思ってるんですよまあ今日はですね、こんなことをこう空を見上げながら考えた今日でした。はい、それでは皆さん、また。では失礼します。